湯山明さん、子供の世界より嬉しい出来事という曲を初見で音取りしてみたいと思います。4分の4拍子だけど、左が3連符、はい、でファ1個シャープ。嬉しいんだから楽しいよね、きっと。はい、ゆっくりじゃあ音取っていきたいと思います。最初の音が、こういう終わり方はミュージカルって感じがする。次に続くよみたいなおかしい。あ、ちょっとなんか途中3連が入ってたのでリズムがちょっと分からなくなったかな。難しいな。なるほど、左はちゃんと左手を見ておかないといけないね。どう動いていくのかがちょっとあれだったけど、うん、なるほど。というわけで、嬉しい出来事という曲でした。